たらね、いろんなこう可能性を探っていきたいなと。お医者様の娘様、こうやっぱりこう大きな病院の娘様とかってお嬢様っぽくありませんか？ちょっとお紅茶こぼれそうかしら。もうちょっとこっちに持ってこようかしら。よいしょ、よいしょ。なのでまずはね、私がお医者様になることですわー。ということで本日はやっていきたいと思います。はい、シーンカット私をイン入ってまいりました。それではね、本日はお医者様になんかなれるみたいなので、音どうですか？ガムの量いい感じかしら。はい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 、はい。はい、ここまではね、チュートリアルやっておきました。じゃ、ここまではチュートリアルやって、いまいち操作か、いまいち操作感をね、理解しておきました。なんかね、手術をやるんだってとこ、あ、ここからはちょっとね、やっちゃいけませんわねってことで、ちょっと置いておきました。はい、いまいちは間違えました。とりあえずやっておきました。あ、やばい、ここから来られるんですの？医師免許は持っておりませんわ。おぼぶ、おぼぶの声としで手術していきたいと思いますわよ。では皆様方、私はお医者様、百万点バラサロメ、神の右手、悪魔の左手を持つと言われるお医者様でございますわ。この方はね、一般の病院ではどうやら治療を受けられない方みたいですので、ね、ね、よしよし、今日はね、私はこのおぼぶを手術していきたいと思いますわ。よしよし、あ、確かに使ってるの神の左手ではなく、神の右手ではなく悪魔の左手の方をね、使っていきたいと思います。なので今回は悲しい事件になるかもしれません。あらあら、何をするんでしたっけ？